メアリー・ノートンは、イギリスの児童文学作家、旧姓、ピアソン。1952年にカーネギー賞を受賞した、床下の小人たちとそれを含めた一連の続編である、小人の冒険シリーズが代表作として知られる。ヒマラヤスギソウ、メアリー・ノートンが1921年までここに住み、床の下の小人たちの舞台と伝えられる家ノートンは、 物理学者の娘として生まれ、ベッドフォードシャー州レートンバザードのハイストリートの突き当たりにあるジョージアン様式の屋敷で育てられた。この家は現在はレートンミドルハイスクールの校舎の一部となっており、校内においては旧館と呼ばれる。この屋敷は小人の冒険シリーズの舞台になったと言われている。ノートンは1927年にロバート C ・ノートンと結婚し、 二男二女の四校を設けた。二人目の夫はライオネル・ボンシーで1970年に結婚した。家族が一時的にアメリカに引っ越す前の1940年には陸軍省に勤めていた。ノートンが小説を書き始めたのは第二次世界大戦中ニューヨークにある英国公買委員会に勤めていた時である。初めて出版された作品は 魔法のベッドのブマ女になれる簡単な銃のレッスン、1943年、で、これは続編、かがりびと、ほうきとともに、ディズニー映画、ベッド飾りとほうきの原作となった。1992年、デボンにて、脳卒中で亡くなった。ありがとうございます。